皆様の左側、左の階段の上に大きな盆栽がございます。伊勢島サミットでも使われた非常に高価で貴重な盆栽でございます。高いものは一つ2億円とも言われております。右に曲がります。ただいま梅園を通っております。この梅園には3梅、5梅など110品種300本ほど植えてございます。梅の木よく見ますと梅の実がなっておりますが、この梅園の梅すべて花梅、花を見るための梅でございます。したがいまして梅の実の方は種が大きく肉が少なく、あまり食用には適していないと言われております。ここから下り坂徐々に急になります。揺れます。ブレーキかけております。お手回りにご注意願います。このフラワーパークでは梅の実を収穫することはございません。梅の実落ちるに任せております。この先道路変則的になっております。波の湯のような動きをします。ご注意願います。ただいま園内での見頃は花菖蒲、アジサイ、それからバラでございます。バラの方はメインのバラ園でご鑑賞ください。アジサイにつきましてはこの道路沿いに咲いておりますので、それにご乗車されながらアジサイご鑑賞ください。ただし花菖蒲につきましては少し離れたところで咲いておりますので、2つ目の停留所で降りられる必要がございます。皆様の右前方、右前方に風車やいろいろ作品がございますが、これらは記念写真を撮るための作品です。今流行りのインスタ映えのする写真を撮られる方もございます。左側、左からアジサイの並木道が続いております。ご覧のようにアジサイ見頃でございます。同じく左に花壇がございます。ガーデニングコンテスト会場で、ご家族でガーデニングを楽しんでいただく場所でございます。右側、右の山の上、ローズガーデン、バラ園です。春のバラ、そろそろ終わりですが、まだまだ頑張って咲いております。バラ園温室の隣にございます。温室を見られた後、バラ園の方もご鑑賞ください。なお温室入場無料です。このトレイン温室を園内行きした後、温室旅行停留所へ参りますので、温室やバラ園される方、温室旅行停留所で降りられると便利です。まもなく最初の停留所、浜名湖ゲート動物園正門停留所です。動物園正面玄関から入られる方や浜名湖遊覧船に乗れる方、乗られる方、動物園側から入られる方からお帰りの方など、ここで降りが便利です。浜名湖ゲート動物園正門停留所です。降りの方、左上の方に降りてください。
降りられる方は、また次が止まってから、下に外します。お知らせください。